私の研究分野はベイズ統計学です。慶応義塾大学経済学部中妻照夫です。近年の AI 機械学習の急速な発達によってデータ分析の手法は多様化しています。私が長年研究に取り組んできたベイズ統計学も従来の統計学に代わるデータ分析のための枠組みとして注目されつつあります。ベイズ統計学には核となる2つの考えがあります。1つ目は主観的な予想のエビデンスに基づく修正です。2つ目は確実な状況における合理的選択です。雨が降るかどうかに関する主観的な予想を例にしてベイズ統計学における予想の修正のメカニズムを簡単に説明してみましょう。青空が広がっているとき、人は雨が降るとは予想しないものですね。しかし、もし空がにわかに曇ってきたらどうでしょう。今にも雨が降りそうだろうかと、皆さんも心配し始めると思います。雲の有無と雨の降る降らないが関係することは、皆さんも経験的に知っていますね。この関係に基づいて、先ほどまで青空が広がっていたが、急に曇ってきたから雨が降るかもしれない。と雨の降る可能性を見直したわけです。言い換えると雲の動きという新しい情報、つまりエビデンスに基づいて従来の予想を修正したことになります。ベイズ統計学ではこのような新しい情報による予想の修正がベイズの定理という確率に関する法則によって行われます。それがベイズ統計学という名前の由来です。ベイズ統計学の用語を使うと、最初の予想は新たにエビデンスを入手する前のものという意味で事前確率と呼ばれます。一方、修正された予想はエビデンスを入手した後のものという意味で事後確率と呼ばれます。ベイズ統計学ではこの事後確率に基づいて不確実な状況における合理的選択を満たすことになります。ベイズ統計学の応用例として資産運用の話をしましょう。貯蓄から投資へと人々を誘導するため、日本政府はさまざまな施策を打ってきました。そのおかげもあってか、株式などで運用する投資信託に人気が集まっています。しかし、初心者にとって資産運用は難しいものです。それを助けるサービスとしてロボアドがあります。ロボアドには様々な仕組みが採用されていますが、中でもブラック・リッターマンモデルと呼ばれるベイズ統計学の手法が広く使われています。ブラック・リッターマンモデルは投資家の主観的な予想を投資に反映させることができるという利点を持ちます。ベイズ統計学は資産運用をはじめ、マーケティングや医療など不確実な状況で意思決定をしなければならない分野で、合理的な選択を助ける手段として威力を発揮しています。私はこれからもベイズ統計学の可能性について探求していくつもりです。私にとって研究は辛い仕事ではありません。研究していると楽しすぎて時間が経つのも忘れてしまうくらいです。だから研究者になることを目指したと断言してもいいですね。研究は本当に楽しいです。